はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず解放軍のアジトの、入り口まで来ました。で、そうするとなんか名前忘れちゃったけど、こいつが突っ立ってるんで、会話をしましょう。パイソンか。なんだ、いよいよ出発か。え、俺はどっちでもいいぜ。ついて行っても行かなくてもあんたが決めなよ。まあ、とりあえず戦力は欲しいからね。パイソン仲間にしよう。で移動して外に出ると、そうすると仲間って今何人いる？だいぶ多分増えたよね。お、さあ目指すはソフィア城だ。我々は何としてもあの城をドゼーから取り戻さねばならない。頼りにしているぞ、リーダー殿。完全に担ぎ上げられた感じだな。まあいいか、とりあえず行こう。なんか2体いるよね。ソフィア城解放戦。まったく、なんと座り心地の良い玉座だ。あの無能なリマ4世に座らせておくなど、つくづく惜しいことをした。リゲル帝国がこのバレンシアを支配した暁には、わしはソフィア王としてこの城に君臨できるのだ。そのためには何としても反乱軍どもを叩き潰さねば。一時は壊滅寸前まで追い詰めたというのに、あやつらめまた息を吹き返しおった。もうじきこの城まで迫ってくるというではないか。一体何があったのだ？申し上げます、ドゼー様、ソフィアの森で反乱軍のフェルナンを捕らえました。なんだと？フェルナンといえばあのクレーベの右腕ではないか。その男がなぜそんなところにいる？さあさっさと歩け。話せ、俺はもう解放軍ではない。何？お前反乱軍を離脱したというのか？どうやら詳しく話を聞かねばならぬようだな。なんだと？マイセンの孫？ああ、クレーベは当初の理想を見失ってしまった。老いぼれた英雄の名にすがり、その孫をリーダーに祭り上げたのだ。あのような解放軍などもうどうなろうと知ったことではない。さあ殺すならさっさと殺せ。孫だと？そうか、そういうことか、ルドルフめ。ああ、お前には関係ないこちらの話。そうだな、フェルナン、お前はここで殺すには惜しい男だ。来るがいい。お前にふさわしい新しい主を紹介してやろう。新しい主？おい、どういう意味だ？結局よくわからんな。あいつらは何者だ？ここがソフィア城。とうとうここまで来たんだ。ああ、やったな、アルム。さあ、胸を張って堂々と皆に命じてくれ。うん、
さあ行こう、みんな。ソフィアの城を僕たちの手に取り戻すんだ。あれが解放軍？なんだ、田舎者の集まりではないか。ええ、おっしゃる通りでございます。あのような輩、リゲル帝国随一の将軍であるベルクト様の手を煩わせるまでもございません。我が親衛隊の戦いをどうぞ高みからお楽しみください。そうさせてもらおうなあ、リニア。私は戦などとても恐ろしくて見ていることはできません。冗談だよ。では私はこれで。ああ、お前に貸し与えた竜の盾の力見せてもらうぞ。はっ、お任せください。はっ、おいお前、フェルナンと言ったな。はい。解放軍の新たなリーダーはアルムというそうだな。そいつが平民だという話は本当か？本当です。クレーベンをはじめ皆英雄マイセンの孫だと信じていますが。愚かなことを。貴族は貴族に、平民は平民に生まれつくものだ。羊は獅子の王にはなれはしない。その通りです、ベルクト様。ソフィア騎士団のクレーブか。我がリゲル帝国にも名を響かせる猛将であったはずだが、そのような過ちを犯すと解放軍の終焉もそう遠くはなさそうだ。そうなればこのソフィアは我々リゲル帝国のもの。リニア。はい、何でしょう、ベルクト様。待っていろ、リニア。俺はルドルフ陛下の後を継いで皇帝となり、やがてこのバレンシア大陸全ての王になる。そしてお前はその皇妃だ。楽しみだろう、ベルクト様。私はどうやら始まるようだ。せいぜい楽しませてもらうぞ、アルムとやら。ちょっとユニットは見ましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。 パイソン、こいつ弓か。弓は何気に使えるからな。ポルスがあれなんだよね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 全員出れんじゃん。じゃあいくか。反乱軍の虫けらどもめ、よくぞここまで来られたものだ。だがお前たちにこのわしが倒せるものか。行け、スレイダー。騎兵隊を率いて奴らを蹴散らすのだ。ん？扉を開くには裏側に回って扉コマンドを実行する。裏側って何？あ、こっちから回れってこと？みんなさ、こっちから行けばよくない？でもこの扉って開ける必要あんの？こいつはボスか。ドゼ、バロン、竜の盾。なんかめちゃ強そうなんだけど。こいつがスレイダーか。パラディンね。怪しいやつ何？妖術師。アーマーがいるのか。ここの弓部隊もちょっとな、めんどくさそうだな。一マスで届くのかな。1,2,3,4 マス離れてれば攻撃できそうだね。まあ、とりあえず戦術としてはいつもと同じルカを前線に出してその後をついていくと。任せてくれ。クレーベってなんだっけ。あ、ソシアルナイトか。負ける気がしませんわ。こいつを前線に出すのはさすがに危険だからな。僕に任せて。まあ、アルムも少し前に出しつつ、グレイ新参者のな強さがちょっとわからないからな。いつでもどうぞ。あと増援的なのはないよね。いきなり下からさ、わって敵が出てきたら終わる。
まあちょっとずつ進んでいきましょう。とりあえずパイソンじゃなくて、てかさ、パイソンってさ、持ち物さ交換って、ちょっと待って、ここで持ち物をなんとかできないのかな。あー、できない。なんか弓1個持ってたよね俺。任せたまえ。人的には割と充実してるね。まあ、とりあえず戦死者を出してないからね。敵は全く動いてこないな。とりあえず行けるところまで行こう。弓は少しな、前に出しておきたいんだよな。チク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 攻撃したいから。でアルムも射程にあるから前の方に出したいよね。でこいつは後ろでいいんだよな。ある程度は移動力でなんとかなるから。でこっからどうするかな。ちょっと待ってね、ちょっと前にやろう。でこの弓くん、ここからとりあえずこいつら撃てるのか。撃とう。よく上のやつに当たるよな。それはそれですごい。最悪ここにヒーラーを置いて回復させながらチク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 攻撃していくか。あ、来た。やはり狙ってくるか。痛い。3。まあ、なんとかなりそうな数字ではあるな。まずこの弓をぶっ倒そう。じゃあさすがスナイパーで、で大丈夫かこいつ。前に出してまだヒットポイント大丈夫か。こいつだって射程少なそうだよな。パイソンはパイソンで1体ずつ確実にいくか。これはあヒット54。これは下にいるからとか関係あるのかな。高低差的なやつは。自利品の戦いになりそうだ。でもしょうがないよな。サンダーがいけるか。え、サンダー無理か。弓の射程がちょっと半端ないからな。あ、そうか。でもあいつを隣につければ友情補正的なので命中率が上がるか。これで進軍していこう。最強のスナイパーだなこいつは。落とす。あれ、こいつは反撃してこない。でこいつを前線に出そう。もうでルッカーはちょっとここら辺にしとこう。回復薬もまあなんとなくいけるように。縄文が狭いね。まあ、そういう地形なんだろうけど。あ、こいつは結構いく。こいつ上までいけるんだ。そういうのはさすがだな。怪我させないと。命中率的には向こうの方が高いけど倒した。無双だね、弓無双。あと厄介そうなのは城の中にいるやつらだけか。ここから狙えるかな。狙えるわ。強いな。ちょっとサンダーで倒すか。よし、もう少しでレベルが上がると。あいつはほっとくか。この弓がな、射程いくつなんだろうな。アーチャーか。どうする、投入するか。ペガサスサイド、じゃあこっちから行ってもいいじゃん。今思ったら。あいつは動いてこないね。
こっからはな、黒魔法当たらないからな。こいつ近くにいよう。で、まずちょっとルカをじゃあ前線に出して、ここはじゃあこいつに任せるか。大丈夫だよな、後ろからの増援はないと思うから。何これは、すげえいい勝負だな。2人派遣するか。でプラスこの弓が当たれば一番いいんだけど、当たらん。グレイが少し遅れてるのはまあしょうがないか、狭いからね。一応ここに置いとこう。とりあえず攻撃をしていけばこっちの方が優勢にはなるか。よし、レベルアップ。感じたのですけど、ま、速さが上がってくれたからいいか。こいつを倒そう。あ、そうか、川の盾を装備してるんだね。よし、ここにルカを置いて、あとはもうどっからでも援護できる体勢にしよう。じゃあ、あんまり前線に出しすぎてもな。回復させとくか。助かったぜ、レベルアップ。おお、いいねいいね。ワープ、何ワープってそんなの覚えるんだ。ソシアルナイトはでもさすがに機動力があるな。そうそう、このフォルスをなどうするかだな今のところちょっと一番使い道がない。全然かわせるんだけど。いいねいいねいいね。やっぱりね、命中率は上がってもらうと助かるんだよな。サンダー、悔しいでしょ。よしよしよし、いいね。頭が冴えてるんだ。てかさ、結構パワーが上がってるけどさ、パワーって攻撃力的なやつが。魔法って別のパラメーターじゃないかな。ちょっと待って、これ一旦待ってば来るかな。あ、来るね。一人ずつおびき寄せよう。おっと、危ないですね。で、アルムで攻撃しよう。サンダー、よし、このパターンだな。あれ、こっち来たよ。お前たち、思い出したぞ。あ、あの田舎の村のガキどもか。俺も思い出したよ。お前はセリカを連れて行こうとした。ああ、そうだ、まんまと逃げられてしまったがな。私の名はスレイだ。ちょうどいい、あの時の借りを返してもらおう。よく覚えてたな、うん、え、こいつらまだすげえいっぱいいるけど、こ、妖術師とか超怖えんだけど、何こいつ。まあいいや。これはあれかな、勝利条件とか見れないかな。まあいいや。そうか、転職した人たちはレベルが低いんだよな。それをどう見るかだよな。ロビン、うん、さすがに硬いね。まあ、ただ反撃を食らわないから、減らすだけは減らしとくか。かわされた。やるな。サンダー、いいね。で、アルムで倒すか。遠距離から行こう、遠距離。ほら、倒された。やるな。じゃあグレーで行くか。
手柄はお前にやる。冗談ではない。こんなところで死んでたまるものか。さすがに経験値を持っているな。私も。何？スレイダーがやられただと？くそ。ハンラックどもめ。覚えておれ。わしは退却する。お前たち、あとは任せたぞ。逃げてった。ああ、なるほどね。じゃあちょっと一個前に出よう。ペガサスナイトかな。やっぱり若干弱いな。機動力はね、すごいんだけどね。火力が出ないね、火力が。まあ、これで火力が出たらちょっと半端ないから。あれなんだけど。ほんと、危ないですね。弓。命中率 51% か。強弓。ルカで攻撃しよう。かわしてくるね。さすがだな、ソシアルナイト。一撃離脱。あ、いろいろ覚えてくね。サンダーはここからは届かないからな。仕方ない、前線に出すか。倒せるな。いや、倒せない。いや、マジか。めっちゃこいつエースだ。やつはエースだ。なんだマジで強いぞ。スレイダーより強い。クレーベを狙ってきたか。なんだこいつマジで。裏をかけたと思いましたか。みんな命中率がめちゃくちゃだな。全然当たらんぞ。強くなったのを実感する、ね。攻撃力が上がってくれるのはいいかな。弓で減らすか。弱い。いかんせん命中率だな。さすがだね、剣士は。でも強い。さて、そこからのこいつを投入するか。ファイヤーの方が命中率高いのか。いくよ。いいね。結構楽しかったよ。魔法もいいね。こいつを前に出すか。行きますよ。お役に立てましたか。このクリティカルってかわされることあんのかな。やるな、クレーベ。よし、倒せる。当たればだけど。2回当たられたら倒せるのか。あ、いや、でもこれでソフィアのために。まだまだ修行の身だよ。あなたには叶いませんよ。よし、徐々に進軍して。まあちょっと減ってるっちゃちょっと減ってんのか。ありがとう。こいつらだよな、マジで。その手を。一体なんとか倒したい気もするけど危険だよな。手が刺さないと前線に出すのは。あと、あの魔法使いがなんかどんくらいダメージを与えてくるかだよね。この弓とこいつは隣に置いておこう。よし、来たか。射程2から攻撃してくるか。ゴーッ9。しかも弓やばいぞ。早急にやつを排除しよう。まずは弓で
この超怪しいやつを狙う。 55% か。ああ外れた。もう一発外した。こっからサンダー反撃してくるけど、魔法使い対魔法使いならこっちの方が具があるね。ほら、お、でもこれは倒したんじゃないか。頼りにしているぞ。で、この弓兵はもうこいつでぶん殴ろう。そうはいくかよ。何やりおるわい。で、一応回復をさせよう。で、ワープって何？隣接している味方一人をアタック2分のアタックの範囲で動かせるって。人を動かすんだ。ありがとうございます。それはすごいね。ピンチになった時に離脱できるんだ。で、このアーチャーをね、こっち大丈夫か？特攻とかになったら嫌だな。大丈夫か？倒したい。よかった。で、やはりルカは前に出そう。ペガサスナイトも少し前に出すか。この弓がな、ちょっと弱いなってかな。フォルスとか全く戦闘してないんだけど。やはりこいつを狙ってきたから痛い。弓が完全に特攻ってわけじゃないからね、そこが助かるよな。まずはこいつをこっちだな、減らそう。そうだ、よし、攻めて活躍しろ。 OKOK。 で、10くらいだったらなんとかなるんじゃないか。なんとかなるね、当たれば。78が2回。あ、てかクリティカル出た。めちゃクリティカル出んなこれ。で、あとはこのごっついやつ、アーマーくん。どうしようかな。アルムはもうレベル8か。てかアルムってあれか、レベルが上がってもクラスチェンジとかできないね。まあ、勝手にイベントでクラスチェンジしていくんだかなんか知んないけど、とりあえずもうこいつで攻撃するしかない。重装対重装で、そこに最後ペガサスナイトでとどめを刺す。全然ダメだ。しまったな、弓の位置を間違えたな。まあいいか。あ、逃げて。あ、こいつここ陣取りやがったな。なかなかやるな。硬い、めちゃ硬い。こういう時は魔法でいきたいけど、先にちょっとこいつで攻撃するか。あ、当たれば倒せる。2回。ダメだ。これもうめちゃすごいよね。40ってさ、 40% の補正がかかるってことでしょ。これサンダーでいくか。魔法いいね、魔法めっちゃ強いわ。僕たちの敵じゃなかったね。クリフとかマジ強え。一気当選だな。フォルスとか何もしてない。どうせ口ほどにもない。ベルクト様、いかがなされます？この城にいる我が手勢では話にならん。撤退だ。ソフィアの森の本体と合流する。お前も来い、フェルナン。はっ、あるのか。覚えておいてやる。てか、ドゼさ、敵前逃亡したけど大丈夫なの？撤退していく。僕たち、勝ったのかな？ああ、そうとも、ハルム。とうとうソフィア城を、
私たちの手に取り戻したのだ。本当にやった、やったぞこれも全て私の活躍のおかげと言いたいところですけど、お礼を言わせてくださいな、アルム。この勝利は新たなリーダーとして皆を率いてくれたあなたのおかげですわ。そんなことはないよ、みんなの力だ。でもさ、結局ドゼーもスレイダーも逃げちまったな。ロビン、お前空気ぶち壊す天才だな。いいじゃねえか、とりあえず喜ぼうぜ。グレイ君の言う通りですよ。確かにあの二人を逃したことは痛恨の極みです。でもソフィア王国の象徴たるこの城を取り戻すことは我々解放軍の第一の目標だったのですから。そうだな、リゲル帝国が介入してきた今、これで戦いが終わるわけではないが、今はただこの勝利に酔うことにしよう。クレーベ、僕もそう思うよ。みんな本当に頑張ったんだから。よし、では行こうか。城の人々も解放軍の英雄をお待ちかねだぞ。え、英雄って僕のこと？ちょっと待ってよ。ソフィアの英雄を達成。で、ソフィア城か。あ、でもソフィア城から先がないね。これで一章が終わるのかな。ちょっととりあえずソフィア城の中入りましょう。会話。ソフィア兵。ソフィア解放軍、万歳。あなたたちのおかげでリゲル軍もこの城から撤退してゆきました。ああ、これで自由になれる。本当にありがとうございます。リゲル軍も大したことなかったな。ドゼーはこの先の森の西にある自分の砦に逃げ帰ってリゲルに助けを求めているらしいぜ。部下たちを捨てて自分だけ生き延びて、どこまでも腐ったやつだ。ちょっと待って、この部下た調べよう。とにかく何かがないか、旗とか扉。なんでさ、こんなでっかい扉作ってんの無駄だと思うんだけど。絨毯とか特に何もないね。先へ進もう。あれ、こっちにある宝物庫。いや、絶対取れないよ。ドゼーは王家の剣を持って逃げてしまったの。あれは昔リゲル王家から有効な証に贈られたものなのよ。でも普通のものには使えない特別な剣らしいわ。あの人が持っていても意味がないのにね。こいつは？この宝物庫にあるナイトキラーは敵の騎士を簡単に倒すことができるんだ。でも槍だから騎士にしか扱えないぜ。なるほど、くれ調べる。あ、ズームとかできんだこれ。あんまズームしないね。黒真珠って何なんでこんなとこに落っこってんの。荷物、宝箱、中身は持ち去られてしまっている。これか、ナイトキラー。これはこんなさ、漁ってるけどさどこにこいつにそんな権利があるんだ。青カビチーズパクロ。こんなもんかな。夕日とか夕日を眺めてどうすんだ。まあこんなもんかな。とりあえずナイトキラーをパクったんで、じゃあ中央ホールに行きましょう。みんな聞いてくれ。ここに我々解放軍の目標であったソフィア城の奪還は達成された。だが首謀者であるドゼーは自分の砦へと逃れ、リゲル軍も相変わらず国内にとどまっている。真にソフィアを解放するにはドゼーを撃ち、リゲル軍を撤退させることが必要だ。そこである。え、
なんだい？この解放軍のリーダーは君だ。あれ、君の意見を聞かせてくれ。僕の意見？それは、このまま城にとどまり、防戦に徹するのも一つの手でしょう。それともこちらから打って出るのか。どちらでも私たちは君の意見に従いますよ。ルカ、僕は今までラムの村から出たことがなかったんだ。だからこの戦いで初めて自分の住んでいる国がどういうことになっているのか知った。噂話で聞くのとは全然違う。本当に苦しんでいる人がいて、傷ついている人がいる。でもみんなと戦っていくうちに、自分の手でそういう人たちを助けられることも知ったんだ。僕は前に進みたい。一人でも多くの人を少しでも早く助けたい。浅はかな考えなしな意見かもしれない。でも僕は戦いたいんだ。ソフィアを取り戻すために。みんなついてきてくれるかな。アルム君。もちろんですわ、アルム。では決まりだな。諸君、我々解放軍はこれより北へ進軍し、ドゼおよびリゲル軍を撃退する。なんかかっこいいな、アルム。のんきなこと言ってんじゃねえよ。アルムのやつ、リゲル帝国と戦争するっつってんだぜ。ああ、でもソフィアから出てってもらうだけだろ。そんだけで済めば世話ねえよ。ああ、どんどんとんでもねえことになってくな。なんだよ、俺の顔に何かついてるのかな。いや、グレイ、お前こうなることを分かってたんじゃないか。はあ、なんだそりゃ。だって昔からよく言ってたじゃないか、アルムは俺たちとは違うって。あれってもしかしてこういうことかと思ってさ。あれはそんな深い意味がねえよ。どうか、俺は今そう思う。やっぱりあるのは俺たちとは違うんだな。誇らしいけどなんだか悔しいな。おっさんたちがいるね。おじさん。マイセン将軍は立派なお方だったけど、今四世からは疎まれていたんだ。まあ、ああいう王様だったからね。同勢にとっても何かと邪魔だったみたいで、王様の子供たちを殺したのは将軍だと言い出したんだ。もちろんそんな話誰も信じなかったけれど、リマ四世はこれ幸いと将軍の罪を認めてしまってね。なんとか死罪は免れたけど、城からは追放されてしまったのさ。なるほど。アンテージ様には腹違いですが、とても仲の良いお兄様がいました。でもそちらは離宮の火事で遺体も見つかりませんでした。せめてアンテーゼ様だけでも生きていてくだされば良いのですが。アンテーゼ様はどなた。リマ四世のお子様はみんなお亡くなりになりました。でも一人だけ生きているという噂があるんです。お名前はアンテーゼ王女様です。あー、なるほどね。今から十数年前、お住まいである離宮が火事になり亡くなったと思われていましたが、実は何者かによって救出されていたとか。生きていらっしゃるなら今はどこにいるんでしょう。まあ確かにどこ行ったんだろうね。ちょっとこの鎧すげえパクリて、鋼の槍、鎧鎧が欲しいんだけど、鉄の盾。まあいいや、とりあえずパクっとこう。他はこっちの方は特にないかな。わりかし広いね。階段前、越見の間、階段前に行こう。
こちらにはまだお入りいただくことはできません。どうぞ他の場所をご覧ください。なぜ入れん？この扉とかは関係ないのか。床とかもね関係ないからね。壺、高級そうな壺だ。壺壺を置く意味がわからんな。え、剣の間。おお、お待ちしておりました解放軍の皆様。わしはソフィア国王に長くお仕えしていたものです。どうぞこの城のことなら何なりとお聞きください。ありがとう、助かるよ。城に来たのは初めてで何もわからないんだ。マイセンじいさんからいろいろ話は聞いているけど。マイセンとはあのマイセン将軍のことで？うん、僕は孫のアルム。じいさんは昔城に仕えていたんだよね。そうですが、妙ですな。将軍のことはよく存じておりますが、ご家族などいらっしゃらなかったと。え？ご老人、何を言うのだ。このアルムはれっきとしたマイセン卿の孫で。いいえ、わしは確かにご本人からお聞きしました。わしには妻も子もおらぬと。そんな、じゃあ僕は。アルム、気にすることはない。このご老人は何か思い違いをしているのだ。お、うん。うん、別にさ、妻と子供がいなくてもさ、養子にすりゃいいだけだからね。調べる。特にないかな。てかさ、王様どこ行ったの？勝手に触ったら怒られそうだなって。ここは特に何にもないかな。え、どこ行けばいいの？中央ホールに戻るか。こっち行けるようになってる？お待ちしておりました。あれ、アルム様、いける。どうぞこの階段をお上がりください。バルコニーであるお方がお待ちです。え、あるお方って？それは申し上げられません。さあ早く。誰だろう。別に教えてくれたっていいじゃねえかよ、すぐ会うんだから。マイセンじゃねえかよ。ちょっと待って、調べる。これパクロ、オレンジ。オレンジ。オレンジ何個あんの？先にパクれるものをパクる。あとは？ないかな。荷物とか別に多分調べても何もないんだよね。うん。じゃあマイセンと話すか。来たか、アルム。じいさん、どうしてここに？さあどうしてであろうな。アルム、随分と立派になった。村を出ていろいろなものを見たのであろう。あ、僕挨拶もせずに村を出てしまって、その悪いとは思ってるよ。でも後悔はしていないんだ。今解放軍のリーダーを任せてもらっててさ、南の砦もこの城も僕たちが取り戻したんだよ。だから、アルム、今さらお前のしたことを責めはしない。わしが聞きたいのはただ一つ、お前に覚悟があるかどうかだ。覚悟？そうだ、歩み出した以上お前の運命は止められはしない。しかし誰もがお前の行く道を祝福するわけではないだろう。立ち塞がる幾多の困難や思いもかけぬ悲劇、人が何かをなそうとするとき、これらは避けられないものだ。多くの者の命を背負い、思いを受け止め、それでもソフィアを、いや、この世界を救うために戦い続ける覚悟がお前にはあるのか。あ、じいさん、僕は難しいことはまだよくわからない。でも、たとえ誰に何を言われても自分の力でソフィアを取り戻したい。僕が何をどこまでできるのか精一
杯やりきってみたいんだ。そうか、あいつと同じ目をしている。血は争えんな。え、あいつって？それは直にわかることだ。じいさん、あのさ、さっき変な話を聞いたんだけど。うわっ！なんだ？おお、民衆たちが英雄の姿を一目見ようと集まってきておる。アルム、こちらへ来なさい。よく見ておくがいい。この人々の思いを背負い、お前はこの先も歩いていくのだ。それを決して忘れるでないぞ。こうしてソフィア城はロゼーの手から解放され、人々は若き英雄の登場に歓喜した。しかしそれはさらに辛く苦しい戦いの序曲に過ぎないことを、この時のアルムはまだ知る由もないのである。申し上げます、ソフィア城が解放軍の手により奪還されました。ソフィア城にいたベルクトはどうした？撤退し、本体と合流されたと聞いております。おお、情けない。皇帝陛下直属のリゲル騎士団ともあろうお方が、わしの妖術軍団ならこのようなありさまにはならぬものは。ジュダ殿、無礼であろう。いいえ、そのような、わしは真実を述べたまでのこと。その解放軍のリーダーはアルムと言ったか？はい、ソフィア騎士団のクレーベに代わり最近就任したと聞いております。そうか。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。とりあえず上の方にマップが進みましたね。次回はじゃあこの続きからやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。